淡路島に初めて今日上陸しました。で、一番なんか人気があるっていう淡路サービスエリアに今来てるんですけど、淡路島から眺める神戸の街を今見てました。ちょっと遠い、あっちの大きいこう山があって、そのすぐ右側くらいにこう高いビルがいっぱい建ってる、あの辺がちょうど神戸の街になるんですね。それがよく見えます。あの明石海峡橋を渡って来ました。実は皆さんに驚かれるんですが、私淡路島は初めてで、今回初めて、いろんな方に淡路島は絶対来ないとと言いながら、日本の始まりの地なのに実は来たことがなかったんで、今日は日本の創生の地と関わりがあるところをいくつか回っていこうかなと思ってます。また新しい発見がきっとあると思います。またご報告します。重要な場所だっていうことを古代の日本人は感覚的に分かってて、おそらくはそういうことが小野頃島の、伝説っていうところにきっとつながっていったんじゃないかなというふうに感じたりしています。で、これから岩屋神社の方に行ってまいります。